月に一度の子ども食堂プラスのコーナーです。今回は鹿児島の伝統野菜を子どもたちに伝えようという取り組みです。鹿児島の伝統野菜で世界一重たい大根としてギネスブックにも認定されている桜島大根。今年で24回目となる桜島大根のコンテストには県の内外から合わせて56個の大根がエントリーしました。重さを競う重量部門や見た目の美しさなどを競う総合部門など4つの部門で競われ、総合部門では桜島富士野町で農業を営む大野学さんが優勝しました。大野さんの桜島大根は重さおよそ18キロ、胴回りは112センチ、白くツヤがあり身太りもいいものを育てたいと落ち葉を肥料として与えるなど工夫しました。毎日勉強してたわけなんですけれども、人に負けないという自信はですね、普段もまんまあったとです。暑い日があった、寒い日があったね、こういう作りは相当違いますね。作りにくい年だったですね。昔からの特産のですね、桜島大根をできたら食べてもらいたいということが私の願いなんです。桜島大根を子どもたちにも味わってもらおうと、コンテストの終了後、出品された44個が鹿屋市と鹿児島市の4カ所の子ども食堂に送られました。子ども食堂への贈呈は今回で3回目です。さっき見てすごく大きい桜島大根だったのでちょっとびっくりしてます。どのようにこれを利用されますか？これを、干し大根にしたりとか漬物にして、あと食堂で煮つけたりしようかなと思ってます。西原子ども食堂は社会福祉法人が3カ所あったんで運営しているものですから、それぞれの法人さんに、お分けをして、それぞれで使っていただこうと思っております。どのような料理が美味しいでしょうか？煮物が一番じゃないでしょうか。鹿児島市の子ども食堂の関係者は、受け取った桜島大根を希望する市内の子ども食堂と分け合います。本当桜島大根美味しくて煮崩れしないしですね、毎年ぶり大根みたいにして、もうできたのを配ったりそのままを配ったり、まあ、なかなか買う機会がねないですから、いいとても経験になると思います。子ども食堂では桜島大根を切らずにそのままの姿を子どもたちに見せたり、鹿児島の伝統野菜だと説明したりしながら味わうことにしています。